まず私がですね、五十嵐先生とお会いした最初の理由がですね、平泉なんですよ。でしかも公共事業です。で何があったかというと、僕は義経の研究もしてるんですけど、高田地っていうところは義経の最後の地って言われているところなんですけれども、そこを突き抜ける形で、柳の御所遺跡がそれで発見されたわけなんですけれども、そのいわゆる平泉バイパスと言われる大体16キロぐらいのバイパスが通るということで、高田地の景観が台無しになると。高田地の景観というのは松尾芭蕉がですね、あそこを通って夏草や草物とか 夢の跡というような名句を残した場所なんです。ですから平泉第一の景勝地と言われている場所です。で芭蕉はそこに真っ先に行って、そこでその歌、夏草の歌を読んで泣きました。そういう場所なんですね。そういう場所がですね、公共事業によってですね台無しになる。これは何とかせんといかんと。しかし私は東京に住んでいるので何とかしなければならないんだけれども、じゃあホームページを作って写真をそこに発表して、こういうのでいいのかということを言うしかないということで、平泉景観問題というホームページを作りまして、いわゆる景観、平泉の景観がどうなっているか、そして今後どうしなきゃいけないかということを写真を通じて訴えるのが始まり。それでやっぱり1回国土交通省の事業というのは動き出すとですね、ほとんど止まらないような状況で、これじゃあやっぱり日本一の先生引っ張り出すしかないということで、五十嵐先生をですねお願いしまして、で平泉に行きました。そこで当時中尊寺の貫主だった千田貫主さんにもお目にかかりました。それでやっぱり工業事業はいけないよなと意気投合したりして、でもやっぱりダメなんですね。中尊寺が嫌だと言っても、毛通寺が嫌だと言っても、その平泉バイパスっていうのは止まらずに結局作られてしまうということがあって、で最初じゃあどういう戦いしようかっていった、戦いったって何もないですから、じゃあ世界遺産っていう概念あるじゃないですか、世界遺産にもなり得ると。当時ちょうどその暫定登録されるんじゃないかっていうニュースもありましたので、世界遺産、平泉を世界遺産にするかいってどうだということで立ち上げたのが平泉の景観問題、そして平泉の世界遺産登録に関わった最初です。ですから大体もう11年になりますかね。そういう形で平泉と関わってきました。でさっき の外国人のイコモスの先生方呼んだシンポジウムにも出させていただきました。やっぱり厳しいなと。その時はオランダのデヨングさんという人だったと思いますけど、やっぱりその鉄塔問題というのが出ましたね。金鶏山、コアゾーンの金鶏山に鉄塔が見えるじゃないかと、おかしいというような話があったりして、それを朝日新聞がやっぱり書いたらやっぱり問題になりましたね。相当なインパクトがあった。佐藤が言うと何もならないんだけども、そのいわゆる外国人が言ったり朝日新聞がネタにするとすごく盛り上がるというようなことがあって、非常に悔しいというか虚しさを何度も味わって、ずっとこの平泉の問題に関わってきたということです。それで平泉というのを僕ら見た時にですね、今日相性が悪いな。
もうちょっと待ってください。平泉っていうのを見たときに思いますのはですね、やっぱり意外と何もないんですよ。だけど何もないけど、芭蕉が見たような精神性を感じるところがあるということで、その価値、いわゆる何もないところにどういう価値を見出すかということが僕はもうすごく大事な視点だと思います。そして僕は芭蕉の視点というブログも作ってますけども、旅人の目とかそういう美しいっていうものを見る時の目で見たらどのように平泉が見えるか、あるいは鎌倉はどのように見えるかという価値観を持って、この間ずっと写真を撮ったり文章を書いたりしてきました。で、今回先生から比較表を作ろうやと、それから年表を作ろうやということで、命々別々に比較表と年表を作ったんです。で、今日そこにありますけど、僕の小さいレジュメ、まとめたレジュメが4枚ぐらいのやつには震災の年表もあるんですけども、まずこれちょっと一覧式で見えるので見ていただきたいと思うんですけど、一番下のところにね、一番下のその他のところに僕が書いてるんですけど、一部に公共事業の影響が懸念されるということで、やっぱり平泉が今後懸念されるのはですね、公共事業、どのように抑制された公共事業、必要なものは必要ですけれども、必要以外の公共事業をどういうふうにしてやっぱり保全の世界遺産の保全の考え方で防いでいくかということが僕は大事だと思っています。それで鎌倉もずっと見てますけれども、一昨日も行ったんですけども、我が江島ですか、あそこの人工島のところに行ってずっと見ますと、さっき田林さんが言われましたけども、やっぱり高さ制限のあれがかかってるので、凸凹はないですね、海岸沿いから見ますとね。だからそういう面ではいいんだけれども、建物はやっぱり例えばいいレストランが閉まっていたり、駐車場があったりということで、やっぱりいろんな問題があると。やっぱ都市化の中で本当に田辺さんの学生されてると思うんですけども、全体としてやはりこれまでその高さを抑えたりなんかいろんなことをやってこられた成果が僕は出てると思いました。藤沢の駅前なんかと比べると全然違うし、やっぱりそれは行政の方々がそれなりに苦労された結果だと思って、昨日は拝見しました。ただあと江島はあれ国指定の史跡になってますけど、あの周辺がですね、非常に景観が荒れてますね。あそこに波乗りのロッジみたいなのが今立ってますし、それからいろんなコンクリートで固められたような護岸があったりなんかして、あそこはぜひうまく直していただいて、ぜひ素晴らしい、あそこは素晴らしい景観になりますね、あると思うので、ぜひあの辺りやっていただければ、僕はあれも立派なフォアゾーンになり得るというふうに思ってみました。で、僕は比較の思想で見ておりますと、まず山と海っていう感じがしてるんですね。で、山と海っていうのは山彦海彦っていうね、やっぱりその古事記にもありますけれども、それぐらいやっぱり文化が違うと思います。それでただね、僕は平泉っていうのはまだ誤解があると思うんですけど、千葉さんのような非常に博学な方の前でちょっと失礼なんですけども、奥州って言い方ありますけど、実は奥羽政権なんですね、平泉。つまり清原氏とその藤原氏が一緒になったところで、これで地図で見ますと、要するに日本海側にも拠点があるということで、例えば堺とかですね、最上川にずっと登りますと堺とかに行きますけれども、やっぱり港があると。そしてまだまだ分かんないことがいっぱいあると思うんですけども、奥州藤原氏はですね、
北海道土佐港を経由してオホーツク、あるいはそのアムール川、黒竜江ですね、あっちの方との交流もあり、そこからいろんな文物を持ってきて京都に持って行ったというんだけれども、あの海のルートもやっぱりあると思うんですね。それで海のルートも日本海側のルートも間違いなくあるというふうに思ってまして、あのやっぱり山形の方で場所のね、行ったところをね、それ辿ってみますとね、これ場所の僕の細道ルートなんですけども、見事にね、あのやっぱり奥羽政権、要するに平泉の政権が管理してた地域を見事に歩いて行って久方まで歩き、そして義経がですね、あの逃げてきたかもしれないルートを逆に行ってるんで帰ってるんですね。でやっぱりこの芭蕉の視点というのは非常に僕は面白いと思いまして、これ奥の細道をあの突き詰めるということで行ったんですけども、やっぱりあの俳句の、文章家、それから俳句をやってる方々に言っても、やはり平泉というのが奥の細道のピークであるというふうなことを言います。何がピークかというと、やっぱりあの場所にとって一体平泉って何だったのかというような旅をして突き詰めたかったというのが僕はあの根底にあったんじゃないかというふうにあの思っています。それで芭蕉が読んだ、さっき高田寺で読んだ句ですけども、あの夏草屋の句ですね、これはもう日本人が知らない人はいないというぐらい有名だと思います。それから中尊寺で読んだ句、ご存知だと思うんですけど、さみだれの読み残してや光堂ですね、これはやっぱり中で、つまり一旦この考えをですね、心の中で溜めて、そして吐き出したような僕は句だと思います。で、随分これも吐き出したような句ですけれども、やっぱり思い入れがあるんですね。つまりあの実際金色堂は裸のままあそこに立ってたけれども、それを雨ざらしになってどん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 風化していくということでね、やっぱりそこに屋根をつけて守ると、それは人間の心だと思うんですけど、それはあの確か吾妻鏡で東条政子さんのところに夜ですね、武者が出たと、それで次の日誰だろうこれはって言ったら、それは秀衡さんだ、それで慌ててその平泉ですね、金色堂の修復などをあのさせるようにしたというようなことがあったようです。ですからそういうやっぱり人間の心っていうものをやっぱり芭蕉は一瞬で読んで、であのそれを句にしたという素晴らしい句だと思いますね。であのこれは実は毛通寺なんですけども、毛通寺の常明堂の前にお地蔵さんがあります。これは結構新しいお地蔵さんのことです。あの寺院のところにあったものをここに運んだということで、僕はもう大好きなお地蔵さんなんですけども、なんか自覚大師のような僕は感じして非常にありがたいなと思っているんですけども、こういうものもやっぱりあの平泉 の非常に奥深いというか、あの良さじゃないかなというふうに思っていて、僕はそのこのあれについてですね、ドナルド・キンさんがですね、1989年だか6年だったかちょっとど忘れしましたけれども、あの平泉であのシンポジウムがあった時に、平泉は一度も死んでいないというような名句を残されたんです。つまりなぜ死んでいないかということが僕はあの非常に面白くて、あの例えばカンボジアの世界遺産がありますね、
アンコールワットとかアンコールトンとか、ああいうものっていうのは一旦滅んだ後はもうジャングルに帰ってて、やっぱフランス人が発見したりなんかして、これは世界的なものだということで世界遺産になってるんですけど、平泉の場合、ね、やっぱり一度も要するに廃れてないんですね。つまり滅ぼしたはずの鎌倉の政権もですね、やっぱりそのように屋根をかけてですね、再度を作って大事にしたというようなこともあるし、それはやっぱり日本人の、あの美あるいは文化というものに対するその愛着のようなもの、むしろこれは日本人の美意識に通じるものじゃないかなとも思っています。単に管理するあるいはあの音量が怖いからですね、それをこう守るというんじゃなくて、僕はそういうもんだというふうに理解しました。それでちょっと今度都市論に移りますけども、この前あの毛利さんがあの開かれたあの世界遺産平泉に学ぶというところで、あの佐藤真先生がですね、非常になんか落ちあの自信を持たせる言葉を言われて、その西洋の都市とは違う都市が日本にはあると、要するにアジア的な都市っていう考え方もあっていいんじゃないかと、つまり城壁で囲んでそれが都市だというようなヨーロッパ的な考えだけじゃなくて、要するにアジア的な、もっと言えば日本的な都市論があっていいんじゃないかということを非常にあの自信を持ちました。そこで私は平泉は守護英知などではなくですね、もちろん都市で、鎌倉ももちろん都市でというふうにあのそこの時強く思いました。何が、まあ、特に平泉の場合はですね、庶民あるいは職人っていうものはなかなか見えにくい、それは歴史の中でどうしてもあのまあ早く滅んでいったために文献等がなくなったのもあるかもしれませんけれども、どうも見えてこない。しかし鎌倉にはですね、これからあの説明しますけれども、非常にあのこうもやもやしたですね、こう情熱燃えた人々がいっぱい出てくるというようなことで、これが都市ではないはずがないというふうなことを僕は自信持って言いたいと思います。それで都市論の過程の中でこの比較のところでですね、やっぱり海とあの内陸とその海っていうことは決定的に違うんですね。でさっき奥州平泉も港を求めて、あのこれは石巻ですよね、あの北上川を下ると、そしてあのうんと博多に早く来たかったらやっぱり日本海から行った方が早い、そうすると酒田とかそういうところになると思うんですけど、あの土佐港ってずっと上ですから北海道行くときはいいんだけれども、博多とかあっちの方から文物持ってきたり中国のあれをするときには絶対そっちの方がいいですから、こういうルートが間違いなくあったんだけど、場所はそれを意図的じゃなくてどういうことか言ったっていうのはやっぱりすごい男だというふうに思いました。そしてあのこの都市論の流れで言いますと、やはり京都奈良平泉っていうのは古い形の都市だというふうにあの思いました。つまり海じゃなきゃいけないんですね。海にそばじゃないとやっぱり文物の交易を効率的にできないということで、やっぱり同じようなことを考えるもので、やっぱ福原っていうのはそういう面では京都の公家政権がやはり生まれ変わろうとした、それを清盛という人間、来年の大河ドラマですかね、清盛主役になるそうですけども、僕はタイムリーだと、これは新しい都市論がそこで多分あの盛り上がって出てくると思います。ですから僕は今日は平泉から鎌倉へという、これ都市論でいうとその中に福原が入るということを僕は強く思います。つまり福原、平泉、福原、鎌倉ですね。これ福原の研究は今どんどん進んでますのでね、最近何かあの清盛邸じゃないかというところはちょっと出てきたみたいで、また盛り上がると思います。ですから新聞に注目していただくと、日本の都市論が少しでも前進するのかなというように思っています。
その意味でもやはり海を最大限に活用しようとした鎌倉政権というのは新しい平泉と比べて新しい形の都市を持った都市をうまく活用した政権であったというように思います。その都市を作るときにやっぱり必要なのは技術者ですね。で、何が技術者かというとやっぱ土木工事、橋を作ったりやっぱりトンネルを掘ったり山を崩したり、そしてそれかそこから石を切り出していろんな形に細工する、木材を加工する、鋳型を持っていろんなものを受造するというような人たちがいると。ただその人たちっていうのはなかなかこれまでは現れ、要するに歴史の中に現れてこなかったんですけども、日本史の中で網野義彦先生なんかはそのことを強く言っておられますよね。ですからやっぱりいろんな、単に侍と百姓しかいないという世の中じゃなくて、いろんな職に関わる人たちがこの鎌倉建設にいっぱい集まってきたと。それが都市でなくてなるのということですね。それでここに今写真ありますけどね、これ面白いんですけど、僕がこれ5、6年前に行ったんですかね、十三重塔って言われる、これは清平塚の十三重塔です。これは難しいですよね。これ後で見たら北条貞時によって作られたんです。北条貞時です。知ってる方は知ってると思うんですけど、時宗の息子ですよね。で、時宗の息子がなんで、まあ北条はもともと平家だからっていうんじゃないと思います。やっぱり貞時も随分自分なりに、まあ幼いっていうことがあったのかもしれないけど、やっぱり足立氏を滅ぼしたりいろんなことやってるわけですよ。つまり血で血を洗う同族の構想をやりながら生きてきているわけですね。そういう時にその先輩である清平ってこれ間違いですね、清盛塚です、ごめんなさい、これ神戸の清盛塚ってです。これ清平ってなってます。これはもう間違いです。いつも清平清平ってあるもんですからちょっと間違えましたけど、この十三重塔は清平塚の十三重塔です。で、おそらくこの石塔の携わっているのは仁宗っていういわゆる最大寺ですね、旧仏教です、奈良の旧仏教の最大寺派の頓清宗仁宗が率いた職人たちがわざわざ福原まで行って作ったんではないかというふうに思います。ですからこれは貴重なものだというふうに僕は今その時は思わなかったんですけど、今鎌倉を考える時に思いました。それでこれ稲紫から見える眺望にちょっと似てませんか。これ妻なんですよね、一の谷の合戦のあったところです。やっぱりね、鎌倉と似てるんですよ、地形も含めて。だからそういう面でね、やっぱり同じようなことを考えるもんだなというふうに思いました。この同じようなことを考えるっていう時に僕はもう一つ思ったんですけど、発想としてですね、入間田信夫先生がですね、あるシンポジウムで、あるシンポジウムって吉永のシンポジウムだったんですけど、その時にやっぱりその欧州幕府構想が平泉にもあったと、秀平がそういう構想をしたというようなことを急に言われたんですね。それでその根拠は何かというと、秀平の最後の遺言があるんですね。要するに鎌倉の頼朝は攻めてくるだろうと、その時に将軍としてね、義経を中心に
兄弟一丸となってまとまって戦えと、というようなことを言われて、みんな起請文書かされて飲まされた、起請文焼いて飲まされた。で、そういういわゆる秀吉さんが亡くなるときに、奥州藤原氏三代の秀吉が亡くなるときに、そのつまり義経という騎手、いわゆる源氏の旗印ですね、もう一本この天才義経を中心にして奥州をまとまれば鎌倉に負けることはないから、お前ら一緒に やってみろということになったんですけど、亡くなった後見事にその誓いは破られて、安平は義経を殺してしまうということですね。この須磨のところには、あの義経の活躍した一ノ谷、それから須磨寺にはね、敦盛一さん の首塚がありますけど、やっぱりこれは ものすごい石で作られてるんですよ。これ石っていうのはすごく大事なもので、これをこの職人たちが退去して鎌倉に来たんじゃないかというようなことを僕は思ってます。ちょっと早いですけど、次にあの大仏さんと災害都市鎌倉っていうのをちょっと話したいんですけど、あの、前のレジュメの一番最後に災害の、書いてるもの、災害史があると思うんですが、先生のも書いてると思いますが、鎌倉っていうのはですね、歴史年表を見ても、それから僕ずっとこの地震の記録を追うために、あの間違ってないかどうかを調べるために吾妻鏡をずっとめくっていったんですけど、ものすごく多いです、大地震大地震。要するに鎌倉っていう場所はやっぱりこの新しく堆積したあの土が多いものだから、やっぱり相当揺れるんだと思うんですね。で、地震にも弱い、それから雨にもこう流されたりしてやっぱり弱いということで、地震と雨、洪水、こういうものにどん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 要するにあのやられてしまうという状況があったようです。ちょっと待ってください。あの年表があればぜひ見てください。後であの見られてもいいと思いますけども、まあそういうことで非常にその地震が多かったというところなんですけども、そういうところで、まあ鎌倉にお住まいの人たちはよくご存知だと思うんですけど、鎌倉っていうのは鎌倉都市、鎌倉への入り口みたいな部分にありますよね、深沢っていうところで。で、そこを入るともう都市鎌倉で、平泉でいうとどっちかというとあの毛通寺の南大門からポンと入るようなイメージがあるのかもしれません。それでしかもあの11メーターの高さの大仏がいるわけですから、なんだこれはというようなあの驚きがあるんじゃないでしょうか。やっぱりそういう仕掛けが入り口には僕は必要だと思いますし、そういう部分に作られたと。それでこれは田林さんなんかももうこの本、武家のこと鎌倉の文化財の中でもう田林さん専門家ですから、大仏に関しては僕はもう笑われると思うんですけど、恥ずかしいんですけど、あの非常にあの大仏っていうのは謎に満ちてます。それでね、これ僕のこれ判断なんですけど、なぜ謎なんだかというと、僕これ平泉の金色堂の謎とよく似てるなと思ったんですよ。つまりね、どうも本当の部分は話さないようなところがあるんですよね、人間っていうのは。自分の本領はこう隠しておくっていうのは、これ日本人どっかあると思うんですけど、ラーメンでもチャーシューを後に食うみたいな。そういうね、要するに自分の大事なものは話さないみたいな、まあ中尊寺供養願文にも書かれてないという金色堂なんですけども、大仏もほとんどね、あの吾妻鏡には記述がないんですよ、意外と。それでこれあれだけの大仏なのに、あれ121トンもあるそうですよ、121トンですよ、ね、そういう大仏が一人の肝心層、
上皇っていう坊さんが肝心して歩いて作ったんですけど、僕はもう信用できない。これはやはり幕府が関与しなかったらできないというふうに思うんですね。121トンですけどね、それをそのいる技術もいるし、それからそれだけのお金、総銭だと内部 その金属の研究から総銭と同じ成分だということで、ほとんど総銭だと思うんですけど、それだけの総銭をね、鎌倉はどうやって手に入れたのか、まあ、もしかしたら欧州の金が高価に使われたかもしれませんけども、まあ、とにかくそうやってそのまずこの吾妻鏡を読むと、一人の鬼将が作ったと。それでその上皇っていう人がですね、この鬼門状っていうんですかね、その幕府に訴え出るわけですよ。これがね、僕は非常に全てを物語ってるのかなというふうに思いました。でその中で重要なのはやっぱり関東の守り本尊というようなことを言ってるんですね。つまり奈良の大仏と全く違うわけですよ。あれは国家鎮護ですよね。つまり奈良の大仏ともう対照的な、つまり東国の繁栄のために作るというような価値観で作られたんですね。だからそこにもね、これ謎解きの何か重要な鍵があるんじゃないかと思います。そしてその大仏がね、例えばここに今写真がありますけど、これね、ここの上に土台が乗っかってたわけですよね。土台の石が今若い子たちがあやい傘で座ってますけども、40メーターの高さですよ。ここに40メーターの高さの大仏殿がね、一人の肝心僧が頑張ったって何年もかかっても無理ですよ。ということはやはり積極的に幕府が関与してこの大仏っていうものを建立したと。この大仏が阿弥陀様か、もちろん阿弥陀っていうことになってますけど、お釈迦様かっていうのは一部では議論があるみたいですけど、僕はそれよりもこれをやはり鎌倉の為政者とそれから宗教者たちがここに作ったと。このこれだけの堂、それからこれだけの建物をここにこさえたっていうことは、僕は鎌倉の一つの記念碑になり得るし、例えばですね、災害の時ここで仁松さんが50日間炊き出しをしたというようなこともありますけど、まあ、今年は特に、ね、3.11 のようなことがあって、もしも例えばこういう自分が被災者だとして、大仏様がいてそこの周りにみんなが集まる、そういうイメージっていうのはすごく連想できますよね。実際そういうことが何度も起こってるんです、この鎌倉大仏の前にですね、集まって。これ実は明治に大仏殿を再興しようということでのイメージ図だそうです。実際にこういうものが多分土台の石から想定できるんでしょうね。こういうものを明治の時に、まあ、金37,150円かけてできるよということで構想したそうです。これは鎌倉市が発行した図説鎌倉年表に載ってまして、面白いなと思いました。でも僕はですね、裸であるからいいんだと思いました。裸であるからいいと、まあ、ロザの大仏って言われますけどね、要するに雨の日も風の日も裸であそこに座っているということが僕は尊いし、それが被災した人とか、あるいは心に悩みがある人がね、あそこに行った時に救われるんだと思うんですね。それがやっぱり鎌倉大仏であり、僕はその鎌倉の象徴であり、これはやっぱりいろんな
鎌倉の素晴らしい鉱材資産はありますけれども、特筆すべきものじゃないかなと。500年も600年もですね、700年もですね、座り続けるっていうね、これはやっぱりすごいし、実は極楽寺を井倉先生といろいろ散策してですね、回ったんですね。そこで月影地蔵っていうお地蔵さんがあるところがあるんですけど、そこに行った時に女性たち3人が、年配の女性たち3人がいまして、いろいろな話を聞いたんですね。で、いや、その関東大震災の時には大仏さんの頭が落ちたんだってよっていうことで、そんな話をして、私のうちは阿仏尼さんの家なのよって言って、お墓があって、それ教育委員会がみんな持ってっちゃったわよって言ってましたけど、そういうことを聞いたりしました。で、後で調べたら大仏の頭は落ちてません。だからそういうやっぱりこともあるんですけどね、やっぱりあの大仏があそこにあるっていうことが、どれだけ関東大震災の時のそういういわゆる頭が落ちたという伝説があるようなこともあったりして、それでもやっぱ大仏を愛しているっていうその地元の人の笑った時の笑顔っていうのはやっぱり面白いなと思いました。やっぱりこれは関東大震災で鶴岡八幡宮が落ちたっていうのを自説鎌倉年表でちょっと撮らせていただいたんですけど、バサッと崩れてますね。やっぱり地震、それから津波みたいなものに対してね、僕は今ユネスコ世界遺産条約を昨日読んできたんですけども、どうも戦争とかいうものに対しては非常に強いメッセージ性を持ってますけども、自然災害で文化財がどうなるかといういわゆる強度とかそういったものに対する価値観とかがどうも薄いような気がして、やっぱりこれは日本がですね、まあ、来年先生から聞いたらその40周年ですかあるそうですけども、やっぱりユネスコにもっと積極的に働きかけて、そのいわゆるヨーロッパ偏重の価値観に対して、要するに日本とか中国とか韓国あるいはアジア全体のそういう価値観というのは違いますから、石の文化じゃないんですよね日本。やっぱり木の文化だから残らないものをどう生かすか、式年遷宮ですか、そういうものもあるけども、新しくなったら今のイコモスの価値観だと新しいものは認められないとかなんかになると、もうやっぱり式年遷宮なんかも否定されるようなことになる。そうするとやっぱりその文化に対するやっぱり価値観というか哲学が違うんですよ。いわゆる美学が違うと言ってもいいと思うんですけど、そういうところをやはり日本がもっと積極的にですね、日本の例えば都市の作り方は四角四面にこう条理で作るんじゃなくて、山があったら 山をこうどける、あるいは大きな木があったら木をどけて道を作って、そして歩いていくというような価値観があるわけで、そういうものがやっぱりそのユネスコ世界遺産のいわゆる価値、普遍的な価値を決めるときにはもう少し幅の広い見方をするような呼びかけをしていってもいいんじゃないかと、これはぜひ井原先生にもお願いしたいというふうに思います。それから次に北鎌倉の風情ですね。僕は北鎌倉が大好きで何度も行ってるんですけども、おととしか先ほどし井原先生とも行って寺のお坊さんともお話ししたりしました。それでやっぱりこれは開いてみると同じだなと思ったのは、世界遺産とかそういうものに対してお寺さんというのはどうしてもお呼び越しというか、あまり積極的に関わらないようなところがあるなと思って、これは平泉とも何か共通項があるのかな。それでいてやっぱり聞き耳をこう立てているんですね。だとしたらもっともっとお坊さんもそういういわゆる政治もそうなんですけども、こういう町づくりじゃないですか世界遺産というのは。だから
お坊さんも積極的に参加してもらうようなやっぱり仕組み、あるいはそのさっき玉林さんも言われてたけども、その鎌倉市民の考え方がもう少し違ってこないといけないかなとその時に思いました。僕はそれで北鎌倉っていうのはずっと思ってるんですけどね、あれは国際都市だなというふうに思いました。おそらく現行のある時代、北条時頼にとってはですね、時宗にとってはですね、軍事的な意味でじゃなくて外交アドバイザーの役割も果たしていたし、もちろん禅の師匠でもということもあって、やっぱり全面的にね、そのいわゆる人間がこう弱いじゃないですか。誰でも災害があればもうダメだと思うし、なんかトラブルがあればもうダメだと思うしね、家族が亡くなればもうダメだと思う、災害があればもうダメだと思う。だけどね、やっぱりそういう時にそういう心を支えるもの、やっぱそれが宗教だし、そういうものをやっぱり時宗さんは持っていたじゃないかなと。でしかもやっぱり亡命したような坊さんですよね。建長寺作った坊さんもそうだし、現行の合戦で亡くなった兵士を敵味方なく弔うということで作った無学祖元、改ざんですね、無学祖元さんも同じだと思うんですけども、やっぱりこれは平和へのモニュメントだと思うんですね。でこれはね、僕はすぐピントをくるのはですね、やはり永福寺というところがありますけども、今は矢口になってです、どんどん教育委員会さんの方が買い取ってこれを公営化するような方向であるそうですけども、永福寺を作ったわけですね。この永福寺っていうのは湘南工科大学さんかなんかが今 CG で公開してますけど、それは巨大な、いわゆる頼朝のなんていうんですかね、パッションそのものですね。で頼朝がこの永福寺こさえた時のスピードっていうのはすごいですよ。奥州合戦で9月ですかね、鎌倉に帰る、でその後すぐに永福寺こと始めっていうのを発表するんです。でそこに書いてるのは平泉の中尊寺2階大堂を模して書いてるんですけど、どうも見るとですね、平泉そのものを文化的に超えていきたいというその強い思いがですね、その設計の中に現れているというふうに思います。毛通寺行って、王子のこう図が書いてますけども、中心に金堂っていうのがあって、その両脇に薬師堂、あ、ごめんなさい、それは洋服ですね。薬師堂と洋服の場合は真ん中にその中尊寺の2階大堂があって、それで右手の方に薬師堂、左手に阿弥陀堂っていう、それで廊下でつながれている、まるでそれがですね、宇治の平等院を大きくしたような形で、それは無料行為の形かもしれませんけども、そういうような形をして、で前にはやっぱり池が配置されてて、そこに力持ちの畠山がその真ん中に池を一人で石を持ってです、一人で運んだっていうのを書かれてますけど、頼朝も随分そこに関わって直接指揮をしたりしてやってるんですね。つまりこの真ん中の二階大堂は中尊寺を模してます。で横の薬師堂は薬師さんっていうのは毛通寺の本堂ですから、これは毛通寺、それでこっちに阿弥陀堂ありますけど、これは阿弥陀堂っていうのはやっぱり無料行為、これつまり三代のお寺を全部その鎌倉に集めて作ってやるぞという強い意志ですね。それが永福寺にはあったんですよ。で今更ながらあそこがですね、ああいう藪の中にあるのは非常に忍びないんで、なんとかですね、鎌倉の皆さんはぜひあそこをですね
公演化して、再現は難しいかもしれませんけど、ぜひですね、王子あそこに素晴らしいものがあったと、平泉をこうやってやるという頼朝さんの強い意志があそこに働いて作られたんだと、それからもうずっとですね、鎌倉時代はあそこが素晴らしいところだということで、東閣機構の作者も絶賛してます。そういう場所です。それでその思想を円覚寺さんは受け継いでいると。つまり中尊寺というのは清平さんが亡くなった敵味方もなくですね、亡くなったもう虫けらまで、あるいはその鳥獣から虫けらまで全部その弔うと、あの世に送りたいという思いが中尊寺を作った時の思いなんですけども、それと同じことをやっぱり楊貴妃では頼朝さんがやり、それで円覚寺では時宗さんがやったと。これはやっぱりいわゆる文化の交流という面ではすごく強いことで、それからあと僕は楊貴寺のいわゆる浄土庭園の伝統というものがですね、正明寺さんのところにもつながっていくんじゃないかなと。正明寺さんですね、正明寺さんのこの作りにもつながっていくと。やっぱり鎌倉文化の粋みたいなものはこの鎌倉というよりもこの正明寺さんになんかポツンとこうあるという部分で、非常に僕は貴重な資産だと思います。それから六浦の港っていういわゆる港もありますし、それからやっぱり何よりも文化のあるところですね、金沢文庫、これは四代の肖像です。これもありますし、これもこのポツンと離れている資産ではありますけれども有力な構成資産じゃないかなというふうに思います。さて次に極楽寺というものに僕は移りたいと思うんですけど、これは五十嵐先生とも随分仁宗ってどういう男だということで本を読み合ったり、こういう本ありますよとかいろいろやって、このとこずっと仁宗っていう人に関わってるんですけども、わからない、面白い人です。それでこれがマフィアほどすごく才能ある、いわゆる人を組織するには才能ある人だし、町づくりの才能もあるし、それから何よりも自分は要するにあんまり自制して溜め込まないっていう人で、これはすごい人だというふうに思いました。ただ日蓮さんはこの人めちゃくちゃ攻撃してますね。そういう面でそれもまた面白いんですけど、そのこの仁宗さんについて僕は最近思っているのは、これは重要な鎌倉の都市の中の、まずこれ見ていただくと分かるんですけど、これが極楽寺周辺の古地図ですね。これは極楽寺さんに伝わっているものだそうで、ちょっと後の作りだそうですけれども、大体これと同じような構造があったんじゃないかなというようなことが言われています。ここには学校もあるし、病院もあるし、お風呂場もあるし、もちろん塔頭もあって、これ一大宗教都市ですよね。それでやっぱり貧者、それで要するに治療もできないような人たちもここに抱え込んで治療をする、あるいは宿もあったそうで、さっき の月影の地蔵になったその月影なんとかっていうところもここに出てますけどね、ここに伊沢日記を作った作者がここに投入してたということで、これはこの作者阿部津さんはいわゆる歌の定家の流れを組む今の冷泉家につながる
家の人で訴訟のために鎌倉に来たって言うんですね。なんか自分が自分の子供とその子供がですね、なんかその相続争いになったということで来たらしいんですけど、そのところはあんまり細かくはわからないんですけど、とにかく鎌倉に来たんだそうですよ、訴訟のためにね。貴族ですよ、ね、陛下の流れを組む貴族の女性が鎌倉に来て、貧民たちが住むところに一緒に住んだっていうんですよ。別にそれで嫌だとかなんとかっていう遺伝日記にはそういう記述もないですね。それで鎌倉でどうもその阿武津さんは亡くなったそうですけど、ぜひ今度機会あると遺伝日記読んでください。なかなかいいです。で、歌いっぱい書いてますね。で、こういうものを作って管理する。それでさっき僕が言ったその人工島の若江島ですか、あのところも管理する。で、さっきの正明寺さんも実はこの仁昌さんが世話をして、そこの開山の坊さんを決めたような人で、真言律宗の人です。で、真言律宗というとやっぱり旧仏教ですよね。この旧仏教がなぜ鎌倉というと鎌倉新仏教という言葉しかないんですけど、この旧仏教である西大寺派の連中がですね、なぜここにこういう巨大な都市を押さえて、しかもですよ、鎌倉の重要な港である港湾なんかも全部支配してるわけですね。これは単に無民政策とか貧民救済とかというものじゃなくて、都市鎌倉っていうものがこういういわゆる仁昌さんのような一国をも支えられるような力を持った職能集団を抱えた人たちを管理できる能力を持っていたということが言えると思うんですね。で、ここはだから新しいところでね、都市鎌倉論をやるときには今後極楽寺周辺の研究と、それでそれから経済的にどれほどここにお金が集まって、それが幕府にどれぐらい流れたかっていうのは多分古文書等を調べていくとおおよその見当はつくと思うので、鎌倉都市鎌倉、それから鎌倉幕府における仁昌さんっていう人が通商大臣なのか大蔵大臣なのか国土交通大臣なのかは分からないけども、とにかく巨大な権限と力を持っていたということは確かです。ですからこれの研究を進むと都市鎌倉論の研究が進むんじゃないかと思います。ただ残念ながらここには小窓になるような建物はないので、仁昌塔といういわゆる石塔3メーター超える世界に日本で2番目のこの五輪の塔だということですけども、そういうものは後ろの山の中にあるんですけど、年に1回しか公開されてないような状況です。ですからここを少し整備して、ここをウォーキングトレイルかなんかでうまくですね、歴史的なところなのでうまく散策して、こういうところがあったと、小学校ですかね、あそこにありますけども、あの辺りが中心だったそうですけれども、ぜひそういうなんかワクワクするようなところなので、今後はぜひですね、そういう研究も進むと素晴らしいなと思います。ここが月影地蔵って実際の月影とは違う地盤だと思いますけど、ここに月影地蔵さんがありました。で、江ノ島、これ我が島も仁昌さんの管理になったところで、今実はもう小さくなって、この点真ん中に点々点が3つあるところが人工島らしいんですけども、そこにこっち方にあるのが葉山のマリーナで、右にちょっと映ってるのがここが江ノ島ですね。こういうロケーションのところに
港があって実は遠浅なので船が座礁してしょうがなくて、でこういうものをこれもまたねトンセイソーが申し出て作ったんだっていうんだけれども、申し出る申し出るったってどうもおかしいのでね、この辺りはやっぱり政府が積極的に関与して、もしかしたら認証とか関与したのかもしれないけれども、そういう形で作らせた可能性ももう十分にあると思うんです。その辺りは非常に鎌倉幕府の謎というかいうふうに感じています。あと時間も時間なのでもうちょっとで終わりたいと思いますが、称名寺と金沢文庫についてはさっき言った通りです。で、六浦の港ですけども、ちょっとマンションがいっぱい立ち並んでて、マンションというか高い高層ビルが立ち並んでて、この真ん中が称名寺さんなんですけども、全部随分これ助かってるわけですね。もしこれ何にも規制がなかったらもう本当に押し込まれてどうしようもない状況になったと思いますけど、やっぱり地元の人たちが頑張ってこういうふうになっているのかなというふうにも思ったりもしました。平泉家の教訓というのはちょっと生意気ですけども、やはり僕はコアゾーンの源泉、それから水泉中に矛盾はないかどうかということで、やっぱりこの2つはぜひ考えていただきたいなと思いました。それでさっきこれは言ったことですけども、都市鎌倉ということを考えると、やっぱり僕はこの網野さんの名著蒙古襲来ですか、これぜひ読まれた方がいいと思うんですけど、網野さんの中でも僕は非常に傑作だと思って、鎌倉のいわゆる社会がよくわかるなというふうに思いました。ぜひ読むとこの鎌倉の内部の構造というか社会ですね、よくわかると思いました。それからあと僕はそのさっきその認証さんということ、それからこの認証さんなんかがやってるようなことの研究としてですね、これは多分古いと思うんですけど、柳井文庫の自社勢力、黒田敏夫さんの自社勢力っていうことで、検問っていう考え方ありますけども、やはりお寺っていうのは非常な権力を持ってて、それから権力を持ってるだけではなくて、そういう職能民なんかも抱えるもので、やっぱり鉄砲鍛冶なんかも作ったりしますからね、そういうことも含めて信長に滅ぼされた遺構衆とかいろいろいますけども、宗教っていうのはものすごいパワーを持ってその都市をこう抱え込んで、その生き生きとさせるパワーがあるのかなということを、認証さんや西大寺派の関わった職能集団に感じざるを得ません。でさっきも言いましたけれども、やっぱり僕はその世界遺産で何が必要かというと、すぐにこう連想するイメージというのは僕は必要だと思いました。そしてその鎌倉大仏っていうのは都市鎌倉の記念的なモニュメントであると同時に、いろんな面でですね、やっぱり鎌倉の民衆、それから志願者も含めて恐れるものだと思いました。でむしろその謎があるからこそいいんで、その謎解きに今後私も加わってですね、いろんなことを研究しながら発表していきたいと思っています。でこれは大仏のその後のいわゆる鎌倉幕府が滅亡後の流れですけども、1369年台風で大仏殿慶東、1443年大地震で鎌倉中が大被害、これで決定的なのは1493年津波で大仏殿が流されたと、もうロザの大仏になるという流れですけども、その後もやっぱり鎌倉が滅びようと何しようと、鎌倉大仏は鎌倉の人たち、それからそれを要するに愛する地元の人たちに守られて、いや逆に希望の光となって生き続けてきたんだということを僕は強く思います。これは省略します。で
円覚寺は平泉の製品に通じる平等と公共平和を希求するという、これは玉林さんの最後のあれに通じると思います。ご清聴ありがとうございました。